これからは静かな人の時代だ。皆さんこんにちは。企業の現場に入って目標を絶対達成させるコンサルタント、アタックセールスアソシエイツの横山です。余罪管理大学へようこそ。本日のテーマは静かな人の戦略書、一般社員の方が学ぶべき2つのポイントです。皆さん、こちらの書籍、静かな人の戦略書、読まれましたでしょうか？今まさにベストセラーになってます。今から2ヶ月ぐらい前に出版されたんじゃないでしょうか。めちゃくちゃ売れてます。で、私も早速買ってみたんですけれども、これは面白い。これはね、今年読んだ本の中で、ベスト3には入りますね。もっと読んで1になるかもしれないなっていうふうに思ってるぐらいな、すごく面白い本です。ぜひぜひ皆さんもね、ご購入されて読まれたらいいんじゃないかなというふうに思います。この書籍を私読んで、どのように一般社員の方々が戦略書として参考にするのか、私なりに解釈を皆さんにお届けしたいと思います。こちらの YouTube チャンネルは、日立製作所で SFA、CRM の設計開発導入支援をやってきた横山が、営業目標を達成させるためのマネジメント、仕組み、スキルについてご紹介するチャンネルです。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは行きましょう。静かな人の戦略書というタイトルなので、あんまり大声で喋ってはいけないかもしれないんですけれども、申し訳ありません。YouTube ですから、ちょっとね、元気に明るくお話をしたいと思っています。今回、2部構成でいきたいと思うんですね。まず第1部は、内向型の人の14の特徴。めっちゃくちゃたくさんあるんですけど、これをお話しすることによって、なるほど、14の特徴全部揃えてる人って多分あんまりないと思うんですけれども、うわ、これね、半分ぐらい当てはまるなって思ってる人いるかもしれないですね。そして第2部は、じゃあ一般社員の方々がこの内向型の人、つまり静かな人であった場合、じゃあどのようにビジネス上戦略を立てたらいいのか、自分のキャリアとか自分の目の前の仕事で結果を出すためには、もちろん営業の方々が営業目標を達成させるためにはどうすればいいか、そんな話を皆さんにお伝えしていきたいと思います。この動画を最後で見ることによって、特に皆さん、内向型の人、静かな人は間違いなくね、成功するに決まってます。ぜひぜひ最後までお付き合いください。それでは行きましょう。まず第1部、14の特徴をお話しする前に、そもそも内向型の人ってどういう人なのということで、これね、本読んですごく大きな気づきがあったんですよ。それは何かっていうと、先天的なものがあるということなんですよね。ですから、環境要因ってあるかもしれないですね。どちらかというと、周りの人がね、騒がしいと、すごく外向的だから、自分が外向的になるっていうこともあれば、周りの人がとっても、おとなしいとか、静かな人が多いから、自分もそうなっていくっていう、環境要因って人の性格を決定づける上でとても重要な要素ですよね。でも、先天的にそうだっていうこともある。じゃあ、それってどういうことか。脳の構造らしいんですよ。ちょっと読んでみたいと思うんですね。内向型の人って、脳が即座の対応に向いていないということだそうです。皆さん、これ聞いただけで、あ、自分もそうかもって思ったことありますか？例えば営業会議で、田中君、君はどう思うんだい？って部長に言われた時に、え、私ですか？いきなり、え、常にそういうこと考えてないのか？パッと言いたまえ、パッと。私がこういうふうに聞いたんだから、こうです、こうです、こうですって、パンパンパンと言うんだよ、君。営業だろって言われた時に、いやー、すいません、ちゃんと話聞いてたんですけど、何を言ったらいいかよくわからないっていうか、そのような質問を会議でするんだったら、前もって言ってくれればちゃんと準備してたのに、意地悪だな部長って思う人、内向型かもしれません。2つのいいところがあるって書いてあるんですね。第1に、内向型はじっくりと考える傾向にあり、自分が言おうとしている言葉の真意を慎重に考えてから口を開くと。ですから、突然振られた時にパーンとうまいこと、これはなかなか難しいということだそうですね。脳が即座の対応に向いていないからだそうです。そして第2に、内向型は長期記憶に頼る傾向がある。短期記憶、ワーキングメモリーではなくて、長期記憶に頼る。だから、それはですね、それは、っていうふうになりがちだ。
ということです。長期記憶にアクセスするのは短期記憶の場合よりも複雑で手間がかかる。長期記憶を引き出すには何らかの取っかかりを必要とすることが多いのだ。だからパッとひらめきガーンと出る人っていると思うんですけど、素晴らしいアイデアバーンと出る人っているじゃないですか。直感でこうだああだっていう人いますよね。ですけど何をどういうふうに考えたらいいかわからない。だから取っかかりが必要だ。これ私もコンサルタントは考えるための切り口と言ったりするんですね。なのでまあ後でもちょっと言うかもしれないんですけど、コンサルタントって間違いなく内向型人間の方が圧倒的にいいんですよ。横山さん絶対内向型じゃないでしょうって皆さん思いました。私ほぼ完全無欠の内向型です。まあ後でね、その話はしていきたいと思うんですけど、ですので考える切り口のためにマトリックス図とかプロセス図とかフレームワークみたいなものが必要だったりするんですよね。この授業をうまくやるためにはどうすればいいのってコンサルタントに聞いた時に、いやそう言われてもどうなんでしょうねって、いやそういうことをパーンと言ってくれないと、コンサルタントなんだからうちが儲かるためにはどうすればいいんですか先生お願いしますって言われても、ちょっといろいろ調べてみないとわからないんですけどってね、こうコンサルタントが言うと、社長とか部長はつかえんコンサルタントだな、おいお前経験あんのかって、こういうふうにね言うかもしれないんですけど、内向型なんです。じっくりと考えて答えを出そうとするそうです。皆さん一般社員の方であったら、じゃあどういう仕事を選んだらいいのか、こういうこともヒントになりますので、ぜひぜひ聞いてみてください。それでは続いていよいよ第1部の14の特徴についてパッ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 パーとお話をしていきたいと思います。まず一つ目は、内向型の方は一人で過ごすことで元気を取り戻す。外向型の方は人との交流によって元気を取り戻す。皆さんどうですか。二つ目、内向型の方は注目の的になるのを避ける。外向型の人は注目の的になりたがる。皆さんどうですか。そして三つ目、内向型の人はあらゆる側面を考慮してから行動に出る。外向型の方は考えながら行動する。四つ目、内向型の方はプライバシーを大切にし、個人的な話は少数の人にしか明かさない。外向型の方は個人的な話を気軽にシェアする。5つ目、内向型の方は話すよりも聞く方が多い。外向型の方は聞くよりも話す方が多い。もう数が分かんなくなってきたので続いていきます。内向型の方は外的刺激をあまり必要としない。外向型の人は飽きっぽく外的刺激が必要。続いて内向型の人は問題についてじっくり考えてから反応し、ゆったりとしたペースを好む。続いて外向型の人は即座に反応し、早いペースを好む。続いて内向型の人は広く浅くよりも深く狭く。外向型の人は深く狭くよりも広く浅く。内向型の人は些細なことが気になる。外向型の人は気が散りやすい。続いて内向型の人は文字のコミュニケーションを好む。外向型の人は口頭のコミュニケーションを好む。続いて内向型の人は一人でする仕事が好きで向いている。外向型の人はグループで働くのが好き。続いて内向型の人は用心深く慎重に言葉を選ぶ。外向型の人は思ったことをすぐに口にし、力強くドラマチックに自分自身を表現する。よくカリスマ性があると言われる。続いて内向型の人は細かい部分に注意をする。外向型の人は単純で扱いやすい情報を好む。そしてこれ最後ですね、内向型の人は意思決定プロセスが長期かつ複雑でも集中力を維持できる。外向型の人は意思決定プロセスが長期かつ複雑になるとうんざりして忍耐力を失うということです。全部内向型だ、全部外向型だって、まあ、そう思った人はいないと思うんですね。あ、これは内向型だ、あ、これは外向型だっていうふうに、まあ、いろいろ分けて考えた人もいるんじゃないかなと思うんですけど、横山は内向型だってなぜ思ったのか、それね3つあるんですよね。この中に出てきたものもあれば本編に書いてあることもあるんですけど、まず1つ目、それは何かっていうと洞察力なんですよ。細かいことが気になったりとか、人の心の動きみたいなものをかなり観察するんですね。で、
それがわかるからこそセミナーとか、まあ、最近は TikTok とか YouTube のショートでもそうですけど、誰かになりきって演じることができる。自分自身がやったこともないような、ついたこともないようなブラック企業の営業部長を演じるってことができるわけですよ。それはなぜかっていうと、そういう人を見てるからですね。私自身がそうじゃなくても、あ、こういう口調で喋るな、あ、こんな表情でやるんだ、それぐらい間を取ってからこうバーンと喋るんだ、なるほどねってこう洞察するということなんですね。ですので本にも書いてあるんですけど、質問された時にわかるっていうことが書いてあって、これね、間違いなくこれ読んだ時に私ね、すごく思ったんです。わかるわかる。どういうことかっていうと、誰かが誰かに対して質問すると、その時に質問された側の方が質問の答えになっていないかもしれませんが、私はこのように思うんですって言ったら、私はめちゃくちゃ気になります。この人が質問してることに対して答えてないんですよ。なぜ答えないのにこの人は何とも思わないのか、そして答えられてもいないのに、あ、そうなんですね、ありがとうございました、参考になりましたとかね、言う人がいるんですよ。え、あなたの質問に対してこの人答えてませんよって、私気になってしょうがないんですよね。で、これってコンサルタントって非常に重要なスキルだと思ってます。ですから採用面接するときにとっても気になるんですよ。こちらが聞いてることに対して求職者の方が答えないと、あなた人の話聞いてるって言いたくなるんですよね。ものすごくよくできる営業さんってこういう人いるんですよ。全然人の話を聞かずにバンバン喋っていく。で、喋って喋って喋って、で、結果を出す人もいるんですよ。めちゃくちゃ。これね、完全無欠の外交型の人なのかなと思ってます。相手が嫌がっているっていうことがね、あんまりわからないんですよね。で、相手の質問に対してもまともに答えない。で、自分の喋りたいことバンバン喋っていく。カリスマ的なオーナー社長でそういう人っているわけですよ。私そういう人とよく喋るんですけど、全然話が噛み合わないんですけど、なぜかその社長はすごくご満足なことあるんですよね。私全然理解してもいないのに、横山さんだけだよ理解してくれるの俺のことなんて言われると、いや私全然理解してないんですけど、表情出してますけど、なんでそう受け止めるわけっていう、全く自分の都合のいいことしか受け止めない人っているんですよね。めちゃめちゃメンタル強いっていうか、単純に鈍感なんだなって思ったりします。ここの部分ってすごく重要なポイントなんじゃないかなと思ってます。で、もう一つ私挙げたいのは、一人でいることが好きっていうやつなんですよね。これね、まあ私の部下とかよく知ってると思うんですけども、例えばみんなで飲みに行きますって言った時に、飲み会の途中からもう帰りたくなるんですよね。ですから、まあ実際に帰ってもいい場所だったらはっきり言って帰ります。それはみんなと一緒にいることが嫌だからではなくって、ある程度はいいんだけど、もうこれ以上は自分の時間が欲しくなるっていうことなんです。これは家族の中でもそうです。私の妻はよく理解してます。ですから一定の時間私に対して一人になる時間を作らせないと、多分精神的に安定しないなって分かってるんですね、妻とかは。ですので、そういう時間をちゃんと旅行中でも確保してくれるんです。例えば家族4人で東京ディズニーランドに行ったとしても、私はある一定の時間はどっかのカフェかなんかでコーヒー飲みながら本読んでたりするんですよ。あとの3人はいろんなアトラクションで遊んでたりしてもいいんですよね。そういう時間がないと私は落ち着かなくなってくるんですよ。ですから飲み会に行った時に1次会2次会、そしてその後カラオケ行って深夜まで遊ぶみたいなことはもうとてもできない、もう受け付けない感じなんですよね。皆さんはいかがでしょうか。異業種交流会とかもね、なかなか難しいですね。自分自身が主催するときはまだいいんですけど、呼ばれたときとかはもう本当に居心地が悪いですね。これなんとかならないのかなって思ってるんですけど、でもああいう場がね、お好きな方も本当に多いですよね。まさにザ・外交型の人っていう感じがします。で、さらに言うと、とっさの対応ができない、電話がかかってきた時にどんな要件なのか、そして誰が電話してきたのか分かんない、まあ携帯電話にかかってきたっていうんだったらなんとなく予測できるかもしれないんですけど、まあいわゆる固定電話みたいなものがかかってきたりするとはっってなってしまう。これは典型的な内向型の人だそうです。で、いろんな特徴を皆さんにお伝えしましたけれども、皆さんいかがだったでしょうか。第2部は、では一般社員の方々、仕事をしていく中でどのようにやったら成功していくのか、いくつかの戦略を皆さんにご紹介していきたいと思います。先ほど電話っていう話をしたんですけど、これなかなか難しいらしいんですね。本読んでいて、なるほど私も心当たりあるって思うんですよね。電話でね、
ガン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 喋るってなかなかできないですね。皆さん得意ですかね？メール書いてる暇があったら電話した方が早いわみたいな、まあ、そういうことありますか？私はね、なかなか難しいですね。よく知ってる方だったらいいんですけど、なかなか難しい。ですから、まずはメールを書いて、要件を伝えて、その後に保管のために電話をするってことあります。ですから、メールが主体で、その後に電話。電話の方が、まあ、サポート役という感じ。こういうことの方が私は圧倒的に多いですね。そんなのめんどくさいっていう方もいるかもしれないですね。ですので、皆さん自身が内向型、静かな人だっていうふうにご認識されているんであれば、コミュニケーションを取るときにはハイブリッド型でやった方がいいというのは覚えておいた方がいいかもしれないです。そして、電話じゃなくって一番おすすめするのはやっぱりオンライン会議とか、オンライン商談なんですよ。これね、めちゃくちゃよくわかります。実際に営業活動でお客様のところをお伺いするんではなくて、ちゃんと準備をして、そしてオンラインでやったら、相手の表情ってわかりやすいじゃないですか。だって画面に映ってますもんね。実際に会った方が、相手の表情とか相手の感情がわかるんじゃないですかっていう人はね、完全に外向型の人ですよね。なぜそう言えるかっていうと、ちゃんと相手の表情を見てないんですよ。だから感覚的に言ってるだけでしょ。なので、ちゃんと相手の顔とかを確認して表情の変化を見るんだったら、絶対にディスプレイ上で見た方がいいんですよ。それが内向型の人は分かってるわけです。外向型の人は単純に感覚で言ってるだけです。ちゃんとまじまじとその人たちの表情を見てると思います。そうじゃないんですよ。ですので、オンライン会議とかオンラインの商談の方が相手の表情とかその変化っていうものを洞察することができますし、実際に会議の資料とかアジェンダとかを使っていくことによって、自分の予定通りに話を進めることができる。アドリブ苦手ですからね。ですので、内向型の人はこのような形でコミュニケーションを取った方がいいと思います。そして、もし転職をするとか仕事を選ぶっていうことがあったら、じっくり考える。もしくは、ここはとても重要です。長期間長くお付き合いすることによってうまくいくような、そんな仕事に就いた方がいいです。どういうことかっていうと、例えば分かりやすいのは、居酒屋で働くとか、デパートで働くとか、たくさんのお客様にいろんなものを売っていくっていうのは、あまり向いてないんじゃないかなと私は思っています。つまり、お店の販売員ですね。一回の販売機会でいろんなものを売っていくっていうこと、パン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 やっていかなきゃいけないじゃないですか。じっくり物事を考えていく、そして、長く一人のお客様とお付き合いしていく。分かりやすいのはコンサルタントとかソリューション営業するようなもの。お客様に対して何らかの提案をするときに1000万とか2000万単位の、まあ、商談単価のものを扱うなんていうものはいいですよね。実際に商談って半年間とか1年ぐらいかかる。そうするとじっくり物事考えられるじゃないですか。じっくりとお客様と接点を持ってで、関係構築していけばいいわけですよ。電話でうまい話をしなくてもいいわけです。1回や2回失敗したって、いつでも挽回できるわけですよね。販売だったら、1回失敗しただけで全然買ってくれないじゃないですか。落ち込むことも多いですよね。なので、じっくり考える仕事、長く人とお付き合いできるような、そんなお仕事に就いた方がいいというふうに私はこの本を読んで解釈しました。私は内向型の人間なんだろうなというふうに思っています。いや、いろんな感じでよく喋ってますじゃないですかって皆さん思うかもしれないんですけど、それは訓練です。いいですか？トレーニングをしてこうなってるんですよ。もともとシステムエンジニアだったので、35歳まで営業経験一切ないです。ですので、訓練によって内向型の人が瞬間的に何かね、ひらめきでうまいこと喋るとか、そんなことはできません。できませんけれども、訓練によって話が少し上手になったり、異業種交流会の時にいろんな人とお話ができるようになるってことはあるということなんですね。それは外向型の人が内向型の人の特徴を、まあ自分なりに手に入れるっていうことも訓練によってできるようになっていくということなんですね。ぜひぜひ内向型だと思われる方は、この書籍読んでみてはいかがでしょうか。そして、この YouTube チャンネルは余財管理大学ですよね。目標の2倍の余財をあらかじめ仕込んでおいて、目標を絶対達成させる営業マネジメント手法が余財管理なんですけど、これってじっくり考えないと余財って2倍仕込めないんですよ。ですから、外向型の人はこうなのかな？目標の2倍あるわけないだろう！こういう感じですよね。でも内向型の人は、
いや、確かに2倍で考えれば出てくるんじゃないかな。で、それはもちろん3ヶ月とか半年ぐらいで結果が出るか、営業目標達成するかっていうとそうじゃないんだけど、でもよくよく考えるとそういうことをずっと、例えば目標の2倍の余剤を仕込むためには半年とか1年かかるかもしれない。だけどそれをずっとやり続けていくことによって2年後とか3年後からは安定的にずっと達成し続けるんじゃないだろうかっていうふうに思えるはずなんですよ。ですから余剤管理についてようわからんっていう人は間違いなく内向型の人ではないっていうことなんですよね。うん、そこはしっかりと覚えておいていただきたいと思います。今回の動画いかがだったでしょう。ぜひ皆さんにはこの余剤管理大学に入学していただきたいと思います。入学方法は簡単です。この YouTube チャンネルに登録するだけ。そしてこの動画参考になった、気に入ったっていう方はいいね、高評価ボタンもよろしくお願いします。そして内向型の皆さん、余剤管理やりましょう。間違いなく安定的に目標達成できます。概要欄で紹介されていますので無料で余剤管理シートダウンロードしてみてください。また皆さんお会いしましょう。本日はありがとうございました。